石井直方は、日本のボディビルダー、パワーリフティング選手。日本ボディビル選手権大会優勝者、1982年、アイフブミスターアジア 90kg 一家級優勝者で、ある。東京大学大学院総合文化研究科、新領域創生科学研究科教授、理学博士。東京都文京区出身。行政中学校、高等学校を経て、 東京大学に進学。理学部生物学科に進み、筋肉の研究に従事。理学博士。日本における筋肉研究の権威として知られ、著書も多数ある。また、一方で日本を代表するボディビル選手、パワーリフティング選手としても知られる。行政中学、高校の頃はサッカー部に所属していたが、東大入学後に東京大学運動会。 ボディビルウェイトリフティング部に入部し、芝叩く間にトップ選手に成長。1975年から関東学生パワーリフティング選手権で6連覇。1976年から全日本学生パワーリフティング選手権で2連覇。1977年には全日本学生ボディビル選手権優勝など数々のタイトルを獲得する。 大学院進学後の1978年に東京ボディビル選手権大会で4位入賞。翌1979年に日本ボディビル選手権大会で5位入賞。1980年に日本実業団ボディビル選手権大会で優勝し、その翌年1981年にミスター日本のタイトルを獲得する。この時期の模様がノンフィクション。 筋肉栽培法書集に描かれている。その後は1982年に、アイフ部、アジアボディビル選手権、大会9 0ラム一家級で優勝し、1983年には、再度ミスター日本のタイトルを獲得した。数年大会から遠ざかった後、東京大学理学部生物学科に助手として、 勤務していた1986年にアイフブ世界ボディビル選手権大会で7位を獲得している。同時代に表彰台を争った日本国内のボディビルダーにはミヤ、畑豊、小山博、朝尾照ルなどがいる。特にミヤ、畑豊とは日本選手権や世界選手権などに向けてトレーニングパートナーも組んでいた関係で石井直方のボディビルにおける思想的な存在でもある。 その後は国費留学生として英国のオックスフォード大学に1年半滞在する。この時代に研究者としても大きなステップアップを果たしており、留学時代の研究成果をもとにした論文が科学雑誌サイエンス誌に掲載されている。この頃からヨーロピアンマッスルクラブという筋肉関係の基礎研究を行う研究者グループとの交流も始まっている。帰国後は 東京大学理学部生物学科の助手を経て、同大学総合文化研究科の助教授に就任し、同研究科の教授、総合文化研究科に加えて、東京大学新領域創生科学研究科の教授職も検討。2020年定年退職。1982年、東京大学理学博士。論文の題は、南体動物ひらなめ筋から単理した単一。 筋細胞の力学的性質とその構造的基礎。AB、東京五輪目指す、ハーフアスリート脅威の身体能力に迫る、スポニチスパニッキーアネックススポーツ、スポーツニッポン、2020年12月4日閲覧。 h t t p s w w w u k、ok、y o a c j p j、ja、a b o u t i n f o l a s t l e c t u r e h t m l 博士論文書指定タベース h t t p s k o y o a c j p s l a s h p r o s p e r s o n e n NAOKATA 追肢、お茶をおたいし、HTM ありがとうございます。